岩手山の噴火警戒レベルが昨日2に引き上げられ、現在はすべての登山口で入山が規制されています。観光面にも影響が出ていて、周辺自治体の観光協会はいつも通りに観光してほしいと訴えています。気象庁は昨日岩手山の西側で小規模な噴火が起きる可能性があるとして、噴火警戒レベルを2に引き上げたと発表しました。 想定の加口が複数ある山の西側、大地極谷付近では。おおむね2キロの範囲で、噴石が降る恐れがあるとした一方。山の近くに住む人は、通常の生活を続けて、問題はないと説明しました。八幡平市の七滝登山口です。こちらにも、入山を規制する看板が設置されています。噴火警戒レベルが2になると行われるのが。 河口周辺の立ち入り規制しかし岩手山がまたがる八幡平市滝沢市雫石町では昨日本来はレベル3の措置である入山規制を始めましたこれについて県や八幡平市などで構成される岩手山火山防災協議会は 河口として想定される大地獄谷周辺の登山道だけを規制することが難しいことからやむなくこうした措置を取っているということですあくまでもあの今回の対象は山の上のことでございます登山者の皆さんの安全を確保するために、えー、登山道の規制をかけさせていただいたそういうものでございます観光面にもすでに影響が出ています今月は 八幡大市観光協会主催の紅葉を楽しむ登山が企画されていましたが岩手山への登山道を通るコースは中止せざるを得なくなりましたこうした中、観光協会の皆藤美香事務局次長は誤った解釈によって市全体が危険だと思わないでほしいと話しています。 ここで暮らしている私たちは今まで通りの生活をしてもいいなので観光客の方々も普通のと通あの観光を楽しんでくださいということを PR していいいきたいと思います。岩手山の火山活動について協議会の構成員で岩手大学の斎藤徳美名誉教授は風評被害を起こさないためにも正しい情報を確認してほしいとコメントしています。